はい、ネギシコです。ということでね、今日はね、例の0円企業あるじゃん。お寿司屋さんを出しますよっていう話をしてたと思うんだけど、まあ、ついにもう職人さんを確定させて、で今日はその職人さんに実際自宅でお寿司を講習勉強会、まあ元々やってた人なんだけども、まあ再度ねその勉強があったらそういうのを今日やって、しっかりねもう完璧な状態でオープンしたいんで、銀座のお寿司屋さんの大将に来てもらってるのよ今日自宅に。もう全部魚とかも持ってきてもらって、実際にシャリとかも全部持ってきてもらって、そのシャリの配合のレシピとかをうちで働く職人の大将さんに伝授してもらうっていう、今日は様子を取るみたいな、そう日になってます。最後に全部寿司で構成、あ俺は結構 当てが終わってから握りに行った方がいいですか、の方が好きですけどね。それをずっと悩んでて、今聞いてたんですけど、どういう風にしたらいいのかなっていう。一応だから菊田2万5千円ぐらいで、はい、コース2万円のお任せのコースのみ、はいはい、で考えてて、普段のつまみだったりとか、そのシャリの、はい、シャリ酢の配合とか、その米の時間だったりとか、あもちろんその辺とかちょっとね教えておいてもらえると、はい、マグロってどこから仕入れてます？僕はつなげたりします？全然大丈夫。うわえ、別に普通にこう紹介していって売ってくれますか？あ、行けます行けます。嘘、はい、お素晴らしい絶対そこのマグロって言ってた。あ、そうですか。絶対そこからマグロ入れたいって言ってて、今日も前田さんに言ってて、はいはい、マグロはやっさんのマグロを入れたいんだと、はい、でも普通じゃ無理ですもんね、まあ、人によりますね、うん、そう、うーん、なんかどんどん聞いてください、はい、何やってんのか。だいたい1個ですか？これが分かるか？こういうのが分かるか？舐めすぎかこの配合とかは後で教われるやつですもんね、はい、ある程度のそのベース目安の量は、はい、なんかあります？この時のコツっていうか、あの潰さないように、はい、でも分かりますもんね。このこれはもう僕ら寿司屋で初めてやった時、巻物とか岡田と新聞紙で練習させられるって言われました。へぇ、握りとかも置かれたら何回も繰り返していけるじゃないですか、うん、安いしそんなばっかりでした。へぇ、もうしばらく寿司から離れてるから忘れてる可能性がね、まあある、まあちょっとあるかもしれない、うん、はいはいはい、思い出しながらのがね。俺も食べれるの？なんで仕方なの？なんで仕方なの？まあ、お茶漬け作るよ、俺。あ、お茶漬け、うん、ありがとうねこれ、毛ガニなんですけど、うん、メスなんですよ、毛ガニのメス。あ、卵、はい、で、毛ガニのメスってその市場に全く出回ってないんで、うん、かなりのレアです。へぇ、勉強はそこのメス、こういう、今みたいな話をしながら一匹ずつ出して、はい、欲しいんですよ。やっぱ聞いてるわね、お客さんはおおってなって、うん、より美味しさが増すじゃないですか。はいはい、これだってさ、ただ普通に出されるのより、うん、今の話聞いた方が美味しく感じるのが上がるじゃないですか。そうですね。初めは割れるかもしれないですけど初めは絶対割れる。割ります。一から全部やっていかなあかんので、多分原価ちょっといっちゃうかもしれないですけど、その次の月でうまいこと抑えていくんで、どこ行っても大体立ち上げる想像です割れたすべくないんですね、その顔は。そんなことねえよ出てましたよ、割れたすべくない顔が料理2万で、はい、酒5千円だと結構しんどいですよ、はい、だからいかにそのシャンパンなりワインなり日本酒なり分けてもらうっていうのが、それでなんぼなんで寿司って。だからあといかに追加をもらうか、追加はもうぼったくりですよ。そうね、言ってしまうと、まあ時価みたいなもんですよね、はい、例えばあれのどぐろ1貫6000円とか、はい、えぐなんか昔の寿司屋みたいですよ失礼じゃないですか全部いやいやいや、だって大丈夫大丈夫、本当に玉ねぎ1個になんて書いてあるの？半分するようにみじん切り結構いい勝負な感じするじゃん自分の事情。
ちゃめでいいんですよね。ちょっと見てもらって、はい、手が今日は高いんで申し訳ないです。シャリの大きさはこんなもんでいいですか。もうちょっとちっちゃい方が、うん、でも ネタにやって、まあ、ネタはよるなんですけど、僕は基本8ぐらいです。8ですか。8グラムか9グラムってことです。フォルムすごい大事にした方がいいです。今そういう社会なんで、 SNS 社会なんで、やっぱそのフォルムが綺麗な方がいいっすってことですか。はい、だから味とかよりもそっちの方が重視した方がいいですよ。まあ要は見栄えってことです。はい、極論フォルムは例えばどういう風に、ずんぐりむっくりしたドーム型のシャリっていうか握り、こっちの方がタッチが柔らかいっていうか、なんだろう、こういうフォルム、口当たりが前田さん多分しっかり握っちゃってますもんね。握ってますね、うん、じゃあもうちょっと、まあ、うん、ふわっと感じる、うん、多分言ってることは分かると思います。お寿司ってシャリが命だな、かなり。はい、いらっしゃい。正しくないって。何にしますかって。何にしますかとか聞かないから、お任せだから。いや、もうその入りが違うんだよな、なんかシャリの取り方。この間よりでも上手くなった気がする。さっきのドーム型、どこ行っちゃったの。握ってなくね。握ってなくね。握ってもうなんかやってたじゃん、ふわふわって。こんな感じでさ、もう何も考えてないよ。テレビ見ながらやってないよ。でもテレビ見ながらぐらいのレベルでやってるから。握んないんだ、だからそこ握んないんだ、だから握ってるんだって。え、だからネタ置いた後なんかやってたじゃん、キュッキュッてなんかちょっと軽く、それやってよ。あ、確かにやってた。忘れちゃった。置いてるだけやん。あ、自分の分握り忘れた。まあいいや、任せれば。自分の分握ってよ、ズルじゃん。それズルだよ。あ、これ今度はマグロごとつけちゃうんだ。はい、形がダサすぎる。なるほど、それ食べたかった。赤身とか一番映えますからね。なるほどね。確かに。ほんとだ。どう、俺のと見た、トメ見比べた。うん、刺身おにぎり。寿司じゃないと。寿司と呼びね。刺身おにぎりになって。今回は気まじいなぐらい聞いてほしいんですよ。せっかく来てもらってるし、前田さんもさ、ほら自分で分かってるって思ってても、いざやってはやっぱり離れてるから忘れてたとかさ、そういうことももちろんあるじゃんか。現役でずっと触れてる人だからさ。確かに。それ電話番号聞いてかけまくります。仕方します。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あー、美味しかった。前田さん、勉強になりましたか。なりました。あとちょっとなんかこの後ね、その厨房のあれだったりとか、はい、そのレシピ、細かい部分だったりとか、ちょっとまあそっちで、はい、一応ね、内装とかね、なんかね、まだ直せるから、例えばここ、こうした方がいいとか、まあ、多分でも、結構いろんなお寿司屋さんだからも聞きながらあれしたから多分大丈夫だと思うんだけど、動線的な問題ないですよね。そうですね。で、酢が、これ、ベーズとか。あ、ありがとうございます。シャリ酢の赤酢と白酢の配合か、はい、まあ大体のベースなんで、それもまあ調整しながら、まあ、ここに書いてあるやり方で一回何回もとりあえずやってみないとやるしかない、ね、はい、こうやって教えていただけたこんだけでもすごいありがたいです。そんなめったに、ね、教えてもらえることなんてない。いや、ありがとうございます。すいません。じゃあ大丈夫ですか。大丈夫です。また何か分かんないことあったら知らないし、はい、ぜひ、はい、教えていただきたいです。ありがとうございます。これ本当にすいません。いや、申し訳ないです。はい、はい、ということでね、まあ、こんな感じでもう前田さんすごいよ、経歴が。群馬のもう高級旅館の千住庵別邸っていう旅館なんだよ。そこで料理長やられてて、でその前は京都の宮間荘っていうね、積み草料理のところでずっと修行してた方なのよ。ということで前田さん、お願いします。お願いします。ということで今日は勉強会でした。何か一言、何を言えばいいですかね。意気込みは頑張りますんでお願いいたします。お願いします。皆さんね、ゼロ円企業の件はそれどういう風なからくりでゼロ円企業するのかっていう話とかは、まあ、ちょっとまた別撮りで後日また出したいと思います。じゃあそんな感じでチャンネル登録と SNS のフォローと高評価よろしくお願いします。ということで終わりにします。バイバイ。
あ、丸さん、せーのでバイバイって言ってもいいですか。はい、せーの、バイバイ。OK、丸さんもやっぱり緊張してるからまだ。緊張してるんですか。緊張してますよ、はい。カメラ慣れてないじゃん、それ。料理30年ですもんね。料理で写真撮られても 手元だけですからね。うん、はい、なるほど。いっぱい、旅番組にも出たんですか。いや、いっぱい出てます。へぇー、インタビュー気分とか。じゃあ慣れてるじゃないですか。へぇー、いや、すげえ。慣れてないですよ。2回来るんですよ、その、うん、初めあのいろんなゲストの人が一緒に泊まって食べて、次の日に料理させていただきます。へぇー。いや、よくアップで写ってるじゃないですか。あれ別撮りなんですよ。へ、だから僕ら知ってる人間はわざと違うもの作るんです。食べたのと全然違うものがあるからテレビ局が怒ってくるんですよ。わざとやる。わざとやるんです。なんです。なんで。今もういちいちの足二度も取らなあかんねんっていう感じそれ性格悪いですよ